今回は新宿の道行く人の私服の金額やブランドを見ていきます。よろしくどうぞ。南旬、漏れるまで取り直し要求スタイル、お値段は287万円。すごい久しぶりやん。これ久しぶり。ニヤニヤしてんじゃねえよ。今日の何、服装のコンセプトみたいなあるんですか？なんか今日の服装のコンセプトは、まあ、オーガニック系野菜みたいな。まあちょっと何言ってるか分からない。全部カットしてる。いや、かっこいいね。これどこのこれ？これブランド分かんないです。これ分かんない？分かんない。そう、本当に？見れば分かる。どこの？西松屋か。西松屋。違うわ。これは？アミダカのやつ。アミダクジのやつ。アミダクジ。すごいな。で、MCM で。ビッグオンエス。まあ、オールブラックみたいな。変わってないですね。なんか変わってない。前から結構ね、暗い色が多かった。はい。なんでずっとこっち向いてんの？こっち悪い。どっち向いてんの？見すぎだよ。何やってんの？あ、これこっちが高いカルティか。カルティ。これも高いけど、これ80万ぐらい売れてますね。ありがとうございました。ありがとうございます。ユータカジュアルスタイル、お値段は34万5千円。久しぶりじゃないですか、マークさん。見すぎでしょ。あ、久々やなぁ。そんな気になってないでしょ。いや、俺ちょっと今日酔っ払ってるからさ、今日。どうすか、どうすか。楽しいね。長崎ちゃんぽんで全然つまんないって言ってました。いや、言ってないって。仕事ってつまんないよねって言ってましたよ。いや、言ってない、言ってない。営業妨害。楽しいってね、ちゃんと。もう楽しいんでね。今日の服装のコンセプトって言ったら。カジュアルかな、今日は。普通かっこいいっすね、サンローラー。あ、これサンローラーっすね、これ。買いました、この間。ひたすら鼻水出る。鼻水めっちゃ出るからね。このジャケット可愛いっすね。1万5000円ぐらい。めっちゃダサくなったやん。ドラゴンオブザファイヤーで。ありがとうございました。夢とゆら、ゆるいホストの出勤前、お値段は200万円。久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。なんか代表されてるみたいで。代表されてました。いつから？もうオープンしてるんですよね。オープンしましたね。いつオープンしたんですか？3週間ぐらい前に。ちょっと今日のなんか服装のコンセプトみたいなのがあるんですか？早く言えよ。めんどくさい。早く言えよ。寒くない格好かな。寒くない格好。なるほど。じゃあ寒くない格好で。寒くない格好。靴可愛いですね、靴ね。遅いやつな。一緒ですね。もう歌舞伎町の放送に対して言いたいことを。歌舞伎町の放送に対して。早く言えよ。なんだよ。歌舞伎町で一番優しい代表です。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。りょうにゃん、漆黒のチャラ男、お値段は、おしゃれは値段じゃないプライスレス。ブランドは気にしなくて。あ、なるほど。デザイン重視。そう、デザイン重視でなんか適当にパワーっと買っちゃったから。中も全部。中も全部そうっすね。はい。けども、これはまあもうとある109の。なるほど。はい、シューズ。いや、シューズ。シューズは。もうシューズも分かんないですね。これシュプリームじゃん。まあ、これだけ。今流行りのね。流行りの。これぐらいしか。いいの？これは？わかんない。全然わかんない。ネックレスは？ネックレスはガガミラかな。はい。ピアスはクルムハーツ。ピアスはクルムハーツですね。はい。まあ、やっぱりファッション値段じゃないと。あ、値段じゃない。何ですか？言ってください。やっぱり安いものどんだけおしゃれに着こなすか。ファッションというのはやっぱ高いものつけてても意味ないし、高いものはつけてても意味がない。まあ、意味はあるけど。意味ある？意味ないって言ったじゃないですか。なあこれ。これ安いものでどんだけファッションっていうのはね。やっぱ俺ファッション学校行ったんで。なるほどね。でもあんたんね、島村とかそういうブランドでどんだけおしゃれに着こなすかっていう。それがファッション流儀。まあ、なんだかんだそういうの買わないですけど、俺は。ありがとうございました。シーナ・レイト、防寒スタイル、
お値段は393万円。適当な格好してるんで、なんか。これどこのコートですか？これはクルニーっていうところ。クルニー。パンツはどこの？パンツは全然安いですよ。なんかブランドわかんない。普通のプラの。シューズは？シューズもそんなんすよ。全然 4,5 万ぐらいの。これはバレンシアガ。これも高いもんね。いや。なんかこんなのがあるならちゃんとしてきたんですけど、ね。いや間違いないですよね。ダミアン出た欲しいやつじゃないですか。ください。いや出た。いつもねだられるので。今ねだってんだけどくれないんで。今何してるんですか？ちょっとオーナーと一緒に鳥の市。そう、今から鳥の市。祭り？そうなんですよ。一緒行っていいですか？いや、もちろん。とりあえずありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おっぱい。カナメインフィニティマックスアコケガシバージョン、お値段は430万円。この間ありがとうございました。あ、いえ、こちらこそありがとうございます。たまたままた会って、はい、嬉しい限りで。いや、寝起きでしょ。いや。これいくらですか？これ10万円ぐらいです。ぶっちゃったり。やかましいですね。これは？これ、ルイ・ヴィトンのやつ。インナーは？インナー5万円ぐらいです。パンツは？パンツ1万円です。おしゃれなんですよ。おしゃれですね。シューズは、それは？これ、バンズなんですよ。ちょっと自分でリメイクしたんですよ。へぇ。サングラスは？サングラス、サンローランなんですよ。バッグは？カバン100万円ぐらいです。一気にちょっと上げていこうかな、ここから。スタート仕掛けて。ラストスパートやね、もう。時計は？時計も、これでいくらぐらいです。300万ぐらいかな。300万。そうなんですよ。ちょっと上げてきました、ラストスパートで。なんかここ、怪我してます。しつこいんですけど、怪我しちゃってました。大丈夫ですか？まだちょっと痛いです。なんか、1週間ぐらい痛い感じで。いや、何があったんですか？わかんないですよ、誰も。キックボードで事故りました。電動なんで速いんでね、みんなも気ぃつけへんと、電動乗る際は。いや、何ニヤニヤしてんだよ。すいません。じゃあちょっと、ありがとうございました。いえ、こちらこそ、ありがとうございます。カズマ、休日の服装、お値段は598万円。これいくらですか？これ20万ぐらいかな。インナーは25ぐらい。25万ぐらい。あ、インナーの方が高いんですか？うん、インナーの方が高い。インナーマッスルですね。デニムね、20万ぐらいかな。あ、20大好き。スニーカーは多分40万ぐらいかな。40万。あ、40万ぐらいだと思う。ベルトは？ベルトはね、10万ぐらいかな。この聞いてんの？どんぐらいだろうね、15とか。やかましいっすよね。成金じゃないですか。そうだね。時計いくらですか？時計300万ぐらい。いや300万ぐらい。ブレスレットは、はい、これね、ティファニーとカルティアン、はあ、全部で100、120、30ぐらいかな。やかましいっすね。ネックレスは50万ぐらい。50万。キャップは？キャップは安いんですか？そうだね、安いよ。いくらですか？10万ぐらいじゃない？やかましい。やかましい。10万ぐらいじゃない？ありがとうございました、ね、いや嬉しいよ、はい、元気そうよ。いや、もう何よりよ。いらないっすよ。はい、ということで新宿のイケメンたちは高価なものを身につけているということが分かりました。ちなみに僕の部屋着は中学3年生の時にお母さんに買ってもらったトレーナーです。物持ちがいいですね。よろしくどうぞ。
おい、いくらすると思ってんだこれ。勘弁してくれよ。